シオンのことが気になるんでしょ。は？私にはわかるの。幼稚園から一緒の二人が中学ん時ロックを始めた。ハイスクールで PV 作るも動画サイトの人気は最低。ああ、人生初の挫折だでもめげずにバンドを結成。サイケデリックペイ5年かかってホールクラスに成長したのに急にシオンがおかしくなった。おかしくなったんじゃない、あいつは何かに迷ってるんだ。迷ってるよ、みんな誰だって迷うことが線路みたいに、ことがたこと人生列車は曲がりくねり進んでゆくの。迷ってるよ、みんな誰だって。でもシオンは取り憑かれてる。バカみたいに女に騙され、自分のこと見失ってる。見失ってるんじゃない、あいつは何かを見つけたんだ。俺たち気がついたらロックにずっぽり使っててさ、憧れも未来も全部そこにあったから。バンドが成功した後は本当にこれで良かったのかってつい自問してしまうんだ。運命をねじ曲げて無理やりここにたどり着いたんじゃないかって。でもそれってないものねだりよ。ダイヤモンドみたいな夢も手に入ったその瞬間変わってしまうの。そうかもな。私はカイト君が心配なの。シオンに感化されて素敵だった自分を疑い始めやしないかって不安なの。ありがとう覚えてるかな、ん、初めての夜私変なこと言ったでしょ。なんだよ急に。抱かれたら翼が生えてどこまでも飛べる気がした。重力とか記憶や孤独全部超える魔法の翼。覚えてるよ、俺その言葉に感激したんだ。きっと私カイトのためだけ生まれてきた天使なんだよ。きっとみんな誰かのためだけ生まれてくる天使なんだよ。